店舗 B の田島です。皆さんは事業用定期借地で土地を貸して、テナントが建築した店舗、契約終了後にはどうなると思いますか？答えは法律でも契約でも、テナントが解体するということになっています。何かもったいないという気がしませんか？事業用定期借地権っていうのは、借地借家法で定められた法律で、もっぱら事業のように供する建物の所有を目的に、存続期間を10年以上、50年未満として契約します。一般定期借地権と同様に、契約の更新、建物の再築による期間の延長、期間満了における建物買取請求権、が適用されません。ただし存続期間を30年以上50年未満として借地権を設定する場合においては、これら3つの特約を定めることはできます。ロードサイド店舗の場合は、ほとんどの場合が10年以上30年未満の契約期間になっています。この事業用定期借地権というのは、定期借地権が創設された平成4年当初では、ロードサイド店舗っていうのは10年から20年契約で、テナントは入れ替わるたびに建物を解体して建て替える、ロードサイド店舗はこういうものだというふうに考えられていました。ところが、現在はロードサイド店舗が10年から20年の期間を超えて継続して営業している店舗も多く、またテナントが退店しても建て替えるっていうことなしに居抜き店舗で使うっていうのが普通となってきています。でこういう中で、平成20年の借地借家法の改正で、事業用定期借地権の、契約期間っていうのは、今までの10年以上20年以下から10年以上50年未満というふうに延長されました。ロードサイド店舗だけではなくて、ショッピングモールなどの大規模なものが数多く出現して、当初想定したものと変わってきたっていうのも理由の一つです。そしてロードサイド店舗も20年以上継続するテナントが増えたことっていうのも要因です。で、またこれは当初から言われてたんですけど、税法上の建物の焼却期間との不整合の問題が生じ、この期間の延長に対する要望が強かったっていうことも要因の一つです。契約期間以外に、この事業用定期借地の終了後にテナントが解体して退去するっていうふうに定められている点ですが、これは当時の考え方として、テナントが残した店舗っていうのは地主さんにとっては邪魔なものというふうに思われていました。ところが、現在は居抜き店舗として建物を再利用するっていうのが普通の考え方となってきています。現在の借地借家法では、30年以上の場合に限って事業用定期借地権には、建物譲渡特約借地権を合わせることもできるということになっています。建物譲渡特約借地権を合わせることができるので、建物消去を前提としない方法も可能です。ですが30年未満の契約では、建物はテナントが撤去すると契約するしか方法がありません。ところが実際には退去時にテナントが建物を撤去しないで、地主さんに譲渡する、こういう例が多く見られています。私はそのうち事業用定期借地権で、契約期間が30年未満でも建物譲渡特約が可能であるっていうふうに法律が変わりそうな気がしているんですが、どうなるでしょうか。いずれにしても、今までは事業用定期借地権の契約が満了すれば、建物を解体してテナントが出ていくっていうふうに考えられていましたが、今はテナントが地主さんに建物を譲渡する、こういう例が多く見られています。今後もこの動画では地主さん、家主さんに役立つ情報を定期的に配信していきたいと思います。またこの動画に対する質問などがありましたら、この動画のコメント欄でも、そして概要欄に当社のホームページとメールアドレスを貼っておきますので、メールなり電話で質問を寄せていただければ、回答できる範囲なら回答させていただきます。